富樫啓勝です。やりますよ。何をやるんですか。何を。はい、竹田真嗣です。はい、俺もやりますよ。本田家高橋スクープやってんじゃないか。はい、今回も素晴らしいコラボですよ。アクション俳優のウェブマスター、うん、高口拓さん、今日来てくれてますよ。今日武蔵さんもね、そう暗殺術、はい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 、今日それを取得してリングで使いましょう。使ったら反則なんじゃないですか。反則だな。じゃあ来るの待ちましょうね。来るんすか。来るよ。なんかね、目隠してくるよ。一回コラボしたんですけど、ナイフでこう刺そうとするじゃないですか。おうおう、そのとっさのこの避け方とか、ふってって、もう奪い方とか、もうマスターされてるんで、じゃあ教えてもらったの。それ教えてもらった。刺さったのか。いや、これ俺の家全然ためになってない。教えてもらったけど俺忘れた。ためになってない。今日は我々のチャンネルでも、はい、じゃあ、はじきだったらどうすんのよ、これ。我々のチャンネルでこれ危ないんじゃない。もて、はじきだったらどうすんの、これだったら。うんうん、あ、ウェイク何もしないで、クッってまあ、結構武装解除っていう、要は相手が武器を持ってきたらどう対処するかとかいうのを教えて。それは、まあ、ご真実にもいいよね。ちょっとそれは勉強になるから。そうですよね。教えてもらいましょうね。はい、じゃあ待ちましょう。待ちましょう。はい、待ってますよ。いやいや、まあ、待って待って、耳が上がるんや。上がって僕ら、え、じゃあ我々はそっち行った方がいいんじゃないの。気づいちゃいましたね。睨んでいけばいいんですか。じゃあ、ゆっくりと目隠しを取ってください。いやいや、こないだ。よし。よろしくお願いします。よし。よし。1時間ぐらいつけてたんですか。その必要あったんですか。5分前でよかったです。その必要あるのこれ。改めて紹介いたします、はい、アクション俳優の坂口拓さんです。ありがとうございます。じゃあ今回はどういうこと。そのゼロ距離戦闘術っていう、その暗殺術とかも入るんですけど、要はあの戦争で使う軍事格闘技ですね。その中のウェーブっていう、その自分得意な筋肉に頼らない、筋肉って鍛えれば鍛えるほど戦場行くと筋肉からあのご飯を食べちゃうんですよ、体に。負担かけちゃうんですよ。それなんで骨を使えれるようにって、昔 の、 あの日本兵とかも使ってた技なんですけど、ナイフとかこう、ね、銃をこう向けられた時の戦闘術ありますよね、はい、あります。そういうのもよくあの拳銃突きつけられるんで。突きつけられたことないですよ。嫁はんに、奥さんにないの。今日はそういう護身術にも使える技を教えていただければと。はい、わ、はい、かりました、はい、じゃあその術を私たち3人に、はい、お願いします。はい、わかりました。よし、めっちゃ速いよ。僕らも入ってていいんですよね。では早速私から、はい、ぜひ一発目のこのマジで差し行ってよ、はい、いい感じで。これゆっくり行くとどういう理屈なんですか。まず手で止めるんですね。で、こっからこっちで回してるんです。うわぁ、難しいなこれ。うちの弟子だと分かりやすいですけど、まずスローでいくと、これもこっちはかわさなきゃいけないんですね。必ずお腹もここにいたら突き刺さるんで、はい、かわすはするんですね。それと手で動かすのが一緒になるっていう。はや、もっと分かりやすくいくと、クロスさせるとやりやすいですね。クロスガードってあるんですけど、まず来たものを止める、止める、止める。で、あとはこのこれを返し、ここに返しちゃえば、もうウェーブかけるから倒れるんで。じゃあ僕にちょっと一回来てもらっていいですか。そうそうそう、実際例えば素人の方だと
ちゃんとあのコーナーだけなんですよね、はいはい、連打だとこうやってもこれが決まらないじゃないですか。あそれなんでこうバーッときたら自分で詰めていくってことです。もう離さないんですね体を。でこの距離にしちゃうと刺しにくいじゃないですか。そっから離散していくボクサーの方だったら止めて殴るのが一番いいじゃないですか、一瞬でパーンって、はい、で多分顔この首に突き刺してくるのとかは逆にボクシングやられてたら多分簡単ですよね。こっち系は避けるのは絶対簡単ですよね、はい、やっちゃいけないのはあのボクシングと素手がダメですね。あ突っ込んできても来るんで、あ素手に多分あのけどお三方だと素手しながらも動けますもんね。素手しながらこうしますからね。そうですよね、そうですよね僕らのやつだとこうやっぱ線だけずらすって感じですね。ここを首に対しての線をずらしていく、首に対しての線をずらして取っていく。おおすごいね、早これも結構スウェーなんですよ。狙うところやってからかけていく、これ結構簡単かもしれないです。ちょっとこれスウェーなんですね。ここにあると見せかけてスウェーした時に手をこっちに持ってくるんですね。でその一緒に加速した状態でこれを一周すると手がもう決まるんです。あそれちょっと多分やれると思います。最初スネーから手、はい、で腕決める、はい、うまいじゃん。うまいです、うまいです。そうです、そうです。それをもっとこの遠心力、この、ま、回る遠心力を使うともっと速くなります。そうです、そうです、そうです。実際ね、まあ映画とかではできます、ちょっとはこう真似事みたいにできるかもしれないですけど、実際本当にこういう場面だったらできるのかってことですよね。これ実際の訓練は僕らはやっぱりリアルナイフでやるので、やっぱもうバカになるまで慣れさせないとできないですね。そうですよね。もう死ぬほどトレーニングしてできるかできないかっていうのが誤信かなっていうぐらいで、あと逃げ足を速くするとかね。そうですね、銃も結構こう構えてるのもそうですけど、このこれに対して必ずこう、例えばこうとやってもひねって取れるんですけど、これ逃げたらもう撃たれるじゃないですか。絶対にこの線輪をずらすっていうのがまず最初になるんですね、この線をずらす、この線をずらす動きとこの手の動きが、この線をずらせば打ってもこうなんで、この線をずらすのと取るのが一緒になるんです。おー早いね。こうやってさっき言ったように線をずらしたときに一応早くねこう取るだけだ、うんうんうん、これ簡単じゃないですか。それでも大丈夫です。こうやっていいですか僕。はい、あこうする。そうそうそう、奥さんによく銃突きつけられる。まずは線をずらす。そう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 、線をずらすのと取るでしょ。はい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 、ナイスナイス。あニコニコしてるんだよ。トカシさんはね、覚えておき。そう、俺よく銃突きつけられて。覚えておきよね。どんなとこにいるんだよ。狙われまくってますもんね。なんでね、嫌われてないからそこまで。軽く投げますんで、こうクリーンされるじゃないですか。この時に投げるって相手に情報を与えるんですよ。はい、こうしたら分かりません？はいはい、分かります。この肩甲骨使うんですね。肩甲骨使うとこう。あ、本当だ。でもこれって、はい、普段はいいですけど、はい、ボクシングだったら反則ですもんね。もちろんボクシングでは使えないね。遭難されるとかロープ際で入れ替わる時とか、こう時にこう入れ替わる時とか、はい、これも肩甲骨なんだ。入れ替える。え、肩甲骨？難しいな。肩甲骨？いや、えっていう具合に倒れるよね。この肩甲骨しか使ってないんですよ。相手に投げるっていうモーション側はないので、結構相手はあれなんで転んだだろうなっていう感じにはなると思うんです。ロープにあのさっきみたいなやつがいいんじゃないですかね、はい、詰められたら嫌だときにキュッと外してこうやってやるんですね。はいはい、そうそうそう、相手の力を利用して、はい、前回あれ僕の時やったじゃないですか。はいはい、あれやってみてください。はい、畑刺しに行っていいあのおもちゃで。本当におもちゃだから、はい、絶対もらわないんだって。どこ刺すの？もうガーッと来るんですね。これ結構おもろいんだって。こっちは怪我しないの？あ、もう怪我は絶対させないです。優しく取ります、なるべく。ちょっともう取られないようにね。
おお、すごいね。ちょっと待ってください。そのニコニコしながら来るのは怖いですよ。それリアルな殺し屋のやつですよ。ニコニコ笑って殺意ないようにしてバサッてやる、めちゃめちゃ怖い人のやつですから。わかりました。すいません。お願いします。早いな。おお、素晴らしい。お三方が本気でやられたら、あの刺さるは刺さると思います。でも早いな、やっぱりね、パンパンで。みんな妖怪が知らないから覚えるといいですよね。そうですね、うん、いやー、ありがとうございます。ありがとうございます。実践でね、習った どうでした感想は。そうですね、まあ実際こういう場面に遭遇したらできるかどうかは分からないですけど、うん、まあやっぱり男からしたら憧れるじゃないですか。もし万が一こういうことがあったら、ね、ナイフとかこうパーンって取ってみたいみたいな憧れはあるんで、まあ、機会があればね、もっと詳しく習いたいなと思いますけどね。いいですよね、はい、どうやった。そうですね、この技をマスターして1回ぐらい体験したいけど。じゃあ俺がやってみようかな。まあまあ一応勉強に頭に入れといて、はいはい、ね、だって実際に海外でもう教えてみんなやってるわけですよ。これでも女性にもありがたいですね、はい、できたら多分この3人ができるようになって助けてあげた方がいいですよね、はい、もうそっちの方が早いですよね。電車とかでこういう事件に遭遇した場合さ、はい、これっつって殴った方が早いんだけど。俺たちはとりあえずやっぱ取ってからボコボコですよ。これ覚えんだったらいいんだから、ね、取るもんね、これ取らなきゃいけないんで、ナイフは絶対先取った方がいいんです。そこから殴らないと本当に殴ってる間も刺されるんで、まあ、そうですよね。でわざと相手をこうやって喜ばして、あ、いいナイフですねこれ、おいくらぐらいっていう、その間に取るとかね、はい、取らなきゃダメでしょ。じゃあちょっと写真撮らせてくださいとかね、こうやってるとこ取ってる相手にパッと取るとうまく、そう向こうに加担するふりして、そうそう、俺も刺したい仲間に入れてくれって。なんか畠山さんの気持ちがこのチャンネル見た時に分かるようになりました。僕が2人いるから、畠山さんもほら強く突っ込まないんで、いつもただ苦笑いしてこのボケを見てるっていうのが俺見てて、なんで突っ込まないんだろうと思ってたんですけど、今日ここにいてすごく分かりました。もうね、気持ちが突っ込み疲れてくるんですよ。そうですね、このかぶせてきますもんね、竹原さんも。そ、あ、うちのジムも近いんで、はい、ぜひあのこのコロナ収まったら、ぜひ、ね、ぜひ一杯でも一杯やりながら、はい、差し合いしましょう。差し合いしましょう。差し合いして飲みましょう。あ、差しで飲みましょう。差し刺されてということで。そうだね、あ、なんか優香君とそうなんです。一発ドーンもらいましたね。ガチスパですか。はい、どこガチスパやったの。けどちゃんとマウスピースも、あ、うちのチャンネルでもマウスピースしてればよかったなって、徳橋さんが結構来られるんでマウスピースしてればよかったって後悔してます。結構レジェンドって、いや私は思いっきり打たないもちろんです。けどいや拳がやっぱ硬いから思ってる以上にやっぱり硬いですよね。なんか岩で殴られてる感じしましたね。この人すごい動きするって分かってるんだから、あんまりゆっくりとボコボコにされるから早くの、そんなしないんですよ。いやいや、めちゃめちゃし、僕畠山さん同じ派なんで、はいはい、そんなガンガンやらないんで。でも意外に目に持つ方だから家に電話かかってきますよ。本当にしないわ、しないわ。本当大人気なくてすみませんでした。坂口さんのタクチャンネルでスパーリングかやってますので、はい、ぜひご覧ください。おお、すごい、3人とやってますからね。いいスパーできましたよね。はい、3人と、ぜひ見てください、はい、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。お願いします。